デブイスカルの2月6日隊は、日本生まれで、インドネシア国籍のタレント、ユーチューバー。インドネシアのスカルの元大統領第三夫人。NPO 法人アースエイドソサイティ総裁。株式会社デビーナソサイティ代表取締役。本名及びインドネシア名は、ラトナサリデビスカルの。旧名及び日本名は、根本直子。通称は、デビプジン。 スカルの大統領との間に生まれた一人娘のカリナは2005年11月26日にオランダで米経大手金融機関シティバンクの欧州中近東アフリカ地区新鋭をフレデリック・シーガスと結婚している東京府東京市麻区霞町に父平七郎と母政子の間に生まれる父は麻吹霞町界隈の大工の同僚であり 弟が一人いた。太平洋戦争中は母、弟の三人で福島県浪江に疎開していた。家庭は裕福ではなかった。1955年15歳の時、新東宝製作の映画、青ヶ島の子供たち女教師の記録にエキストラ出演。地元の高領中学校を卒業後、東京都立三田高等学校定時生家庭に進学すると同時に、 150倍の難関を突破して、千代田生命保険に入社したが、昼休みや休日にも貧しい家計を維持するため、喫茶店などでのアルバイトを掛け持ちする日々を送った。1956年に、父が亡くなったことに伴い高校を中退した後、赤坂の有名高級クラブ、コパカバーナで働く。1959年、19歳の時、 人口2億6400万人の大国であり、世界最大イスラム教国家でもあるインドネシアへの開発援助に伴い、東日貿易の秘書という名目で、インドネシア建国の父である、スカルの初代大統領のもとに送り込まれた。この件に当時、昭和のフィクサーと呼ばれた小玉よしおが関わっていたという説がある。スカルの独立後もない上に、東西冷戦下にあったインドネシアにおいて、 当時、スカルノ大統領は日本外交や資金援助の取り付け等を非常に重要視していた。インドネシアに渡って数年は愛人の一人であったが、1962年にスカルノと正式に結婚、4人の夫人のうちの第三夫人になる。しかし、同時期にマスコミの必要な取材により体調を崩していた母が亡くなった。さらにその2日後、セールスマンに 全財産を騙し取られた上、母の死に目に会えなかった実定の八飛男が自宅アパートでガス自殺し、それを伝え聞いた彼女は何時までも心を離れない悲しいトラウマになっていると告白し、後にジャカルタの宮殿の一つに実定の名を付けた。この宮殿は後に接収され、軍事博物館になっている。3年後の1965年9月30日に、 起きた軍事クーデター、いわゆる9月30日事件で、スカルノが失脚、代わってスハルトが大統領となった。スカルノは、軟禁状態に置かれ、デビは、インドネシアの日本大使館に亡命を希望したが、国際的立場上の理由で断念。スカルノの第二夫人を除く夫人は皆、大統領の下を離れ逃げ切った。百六十七年三月十一日、都内病院にて、 娘のカリナを出産する。正式名は、カーティカサリデビシカルナンバーカーティカサリ。スカルの大統領の8番目の子供であった。デビは、政治的に亡命者に寛容なフランスを亡命先に選ぶ。スカルの元大統領存命中にもかかわらず、数回の婚約発表が取り沙汰されたが、結局再婚はしなかった。1969年には、日本の俳優、 津川雅彦との不倫騒動がマスコミを賑わせた。スカルノ大統領はクーデターを予期し、以前よりインドネシアからスイスへ巨額の資金を確保していたと囁かれるものの、1970年のスカルノ死去時にスカルノ家、並びにインドネシア政府から財産の相続の権利や子供のスカルノ一族としての地位などを喪失し、第三夫人としての資産は与えられなかったとも、 実際には死去時に遺産が与えられたとも言われている。いずれにしてもその後のインドネシア政府の方針により、第三夫人としての遺産分与が行われた。スペイン人のフランシスコ・パエサと付き合うが別れる。そして、フランスの貴族、エルゼアルド・サブランイコール・ポントベスと婚約したが、破局した。世界的セレブの一人として、日本で芸能人としても活躍した。 芸能活動は1970年代から開始した。1974年、小学館の1970年代、1980年代の日本を代表、社交界の花とも呼ばれたその用紙で、多くの洋人らと関係を持った。1980年にはインドネシアへ戻り、石油関連事業を起こした。しかし、実際には、 スカルノ体制崩壊とその後のスハルト政権成立により元大統領夫人としての外交的立場を失っていたとのこと。また、日本政府や日本の企業財閥側もクーデターで失脚したスカルノ夫人を擁護することはなかったとされる。1991年アメリカのニューヨークへ移住した。以後インドネシアでの第一線から退き、 その後のインドネシアでの政変や第一夫人、第二夫人を中心とした政治の動乱には巻き込まれることなく日本に帰国し、現在に至っている。世界的社交界の花として各国のセレブたちと交際していた1992年1月2日、アメリカ合衆国のスキーリゾート地、コロラド州アスペンでセルフィオオスメニア第4代フィリピン大統領の 孫娘であるミニーをスメにゃらと会話をしていた際、自分がミニーに侮辱されたと思って激怒したデビは手に持っていたシャンパンが注がれていたシャンパングラスでミニーの顔面を殴打し、ミニーの顔に37針を縫う大怪我をあせ、傷害罪で逮捕され、禁庫60日、罰金700ドルの実刑判決が出て34日間刑務所に収監された。 犯行の動機は数ヶ月前スペインのイビサ島で開催された VIP パーティでミニーがフィリピンの副大統領になる意思があると発表し、それを聞いたデビが吹き出して嘲笑したことで二人の関係が悪化したことだった。後にデビーは刑務所での生活は学生寮のようで楽しかったと語った。デビは元夫スカルノを通じて北朝鮮と親交があった。 2009年4月5日に北朝鮮の金正日がミサイルの発射実験を行い、日本のマスコミが北朝鮮のミサイル発射実験を連日大々的に報じた際、デビがテレビのワイドショーにてインタビューを受け、人工衛星なのに日本は騒ぎすぎていると一言コメントした。ところが、これを見た右翼団体が激怒して4月19日の夜9時半に、 都内港区の高級住宅地にあるデビの自宅豪邸前まで外線車で乗り付けて大音響スピーカーによる抗議行動を行った。これに激怒したデビは自宅2階のベランダから植木鉢2つを外線車に投げつけ、右翼団体側によると外線車のミラーが壊れた。その直後にデビは1階まで降りて自宅の外にいる右翼団体の男たちのところへ駆けつけ、 激しい抗論となった。この時、デビの自宅近くにある麻生太郎の自宅豪邸の常駐警備をしていた警官たちが警察車両で現場に駆けつける騒ぎとなった。結局、翼団体の外線車は引き下がり、その後デビへの被害届を警察に提出したり、裁判所への訴訟を起こすこともなかった。翌4月20日、デビは自宅前で記者会見を行い、 投げた植木鉢は二つです。第四強で恐怖のあまり。2014年東京都知事選挙に立候補した田も上斗夫の応援演説をするデブイスカルノ自身の思想については、その多くが自身のウェブサイト内、デビスカルノの一人ごとに記されている。大東は戦争を肯定する立場ではないが、当時の世情として資源の乏しい日本が対外進出を行うのは当然であり、 永久戦犯についても、利私欲で戦争を行ったのではない、としている。日本人は一度の敗戦で精神が打ちのめされ、戦争の罪悪感から抜け切れず、日本人としての尊厳を失っていることが残念で、あるとしている。戦争そのものは、キリストの降誕以前から2009年を迎えようとしている現在においても繰り返され、 人類の歴史そのものであるから、たった一度の敗戦で精神を失うことはない、としている。靖国神社問題における戦死者、戦没者異例の問題については、夫のスカルノ大統領も靖国神社に参拝しており、祖国と家族のために亡くなった人を異例するのは当然であるとしている。永久戦犯の問題についても、永久戦犯は東京裁判で処刑され、 罪があるとしてもそれをすでに償っているとして、異例に賛成の立場をとっている。日本の全学生は、一度は優秀館に訪れ、自身が日本人であることを自覚し、世界の中で日本がどうあるべきか認識してほしい、と述べている。また、小泉純一郎については、不戦の誓いのもとに靖国神社参拝を行っており、戦後最も傑出した政治家であるとしている。 憲法改正論議については、憲法は時代ごとの必要性で改正すべきであるとしている。毎年4兆円をアメリカ合衆国の軍事基地維持費として支払うよりもアメリカ軍からノウハウを受け継ぎ、日本も防衛軍を作って自国を守るべきであるとしている。皇太子、なる人親王を拝着し、皇太子を秋篠宮文人新郎へ移情する。 要署名運動を行った。インドネシアの大統領だったスカルノの第三夫人にあたる、インドネシア語、普通語、英語に堪能である、デビープ人の芸名で日本のワイドショーやバラエティ番組に出演している。日本国外においても自身が会長を務めるイブラ音楽財団などを通じて社交活動を行う。芸能活動以外ではラトナサルデビスカルノ名義で、 NPO 法人アースエイドソサイティを2005年に設立し、毎年秋にザグランドインペリアルチャリティバンケットを開催、その収益金で寄付や寄贈を行っている。NPO を設立以前からパーティーを催すことがライフワークで、ビサンチン皇室事前部踏板3回には芸能人や在京の各国大使などが出席する。2005年には 小池由里子環境大臣が主品として招かれた。NPO 公式サイトによると、自身の手で現地に運んで寄贈したものはキーファが列挙、されている。北朝鮮とは、夫のスカルノを通して信仰があり、金日成花の命名式には、スカルノとともに、北朝鮮で行われた式典に同席している。このこともあり北朝鮮用語の立場をとっている。 朝鮮総連主催の式典にも出席を重ねている。北朝鮮による日本人拉致事件や人工衛星のテスト問題で北朝鮮を擁護する立場からの発言を行っている。ほか、日本と北朝鮮の国交正常化実現を訴えており、朝鮮総連の中央機関紙である朝鮮新報から同国に対するその姿勢を高く評価されている。年月日には、 民間の海外支援団体、グローバルレインボーシップが北朝鮮に対して支援した120トンの米のうち60トンを提供した。2013年3月31日に開催された朝鮮学校への高校無償化の適用と自治体による補助金支給を要求する集会、朝鮮学校外しにのすべての子どもたちに学ぶ権利を3.31全国集会パレードでは 在日朝鮮人への無償化適用は当然のことで、あるとし、在日朝鮮人に対する安倍政権の弾圧や、排外主義に対して、疑問と疑憤の念で溢れていると述べた。自身のブログでは、拉致は許されないことであり、肯定したことはないと述べている。またブログには、北朝鮮とデビに関する悪口増減なコメントが寄せられているが、そういったコメントをする人たちはブログをきちんと読んで、 おらず、侵害だとも述べた。一方、その後2012年には、日本は過去に罪を犯したのだから拉致事件に何か言える立場ではないと主張している。また、近日成金正日主義研究という雑誌によく寄稿している。2012年7月10日、大津市中にいじめ自殺事件に関連して、加害者及びその関係者と思わしき人物らの実名や顔写真とともに、 女性の写真を公開した上で自身のブログで強く批判した。しかし後に人違いと判明。翌日この写真などは削除されたがデビが謝罪の態度を示さなかったことから女性はデビを相手に千1 0 0万円の損害賠償などを求める訴訟を神戸地方裁判所に起こした。2014年2月17日神戸地方裁判所はデビの行為を 非常に軽率な行為とし、165万円の支払いを命じた。デビは判決に対して不当判決であり、最高裁まで争うとしていたが、その後大阪高裁で和解が成立した。和解内容は非公表。2014年1月、TBS のバラエティ番組の収録中に一般の女性出演者を平手打ちしたとしてトラブルとなった。 この女性は事前に番組スタッフから番組を盛り上げるように言われたためで美夫人を挑発したところ、デビー夫人に顔を3回平手打ちされた。その後、この女性の被害届提出を受けた警視庁が暴行容疑で捜査をした。2014年東京都知事選挙では、元航空爆料庁の田上俊を応援して、共に街頭で演説するなどの活動を行った。 選挙期間中には、同年2月7日付の自身のメールマガジンで、登録者に向けて、田もかみとと書いて、必ず投票所に行ってくださいと投票を呼びかけたため、警視庁から、公職選挙法違反の疑いで警告を受けた。2014年3月13日の映画、大統領の出自の涙の公開直前イベントで、SNS が解禁になったということで、ブログに書いていいのかなぁと思ったら、 メルマガは違うということでちょっと教えてくださったので、あ、そうですかって。私、外国人なので全然知らなかったの、と語った。2018年4月25日、同年2月12日に、山口が司会を務めていた番組で共演した、女子高生に対して、飲酒させた上に、わ説な行為をしたとして、強制わ説容疑で、書類送検された。デビは、 同年4月26日に、ブログで、たかが、キスくらいで無期限謹慎なんて、厳しすぎ、騒ぎすぎ、トキオの仲間の方たちは、許されない行為と言っているけれど、本当にそうでしょうか。この女の子たちは、山口達也氏のところだから言ったんでしょう。キスされたら、トイレに行ってうがいして、ちょっと失礼と言って二人で帰ってくればよかったわけじゃないですかと被害者を批判した。 同年5月12日のツイッターで強制わいせつ罪の権威がかけられていた時キの山口容疑者が単にキスを迫っただけではないことが判明しましたので私のブログを削除いたしましたとツイートし前日の記事を削除した2018年に杉田水脈の LGBT の人に生産性がないという発言を取り上げた番組においてデビは 子供を作れないのだから確かに生産性がないと発言した。番組中で他の出演者が即座にデビに反論した。関西テレビで2020年10月24日に放送されたバラエティ番組胸いっぱいサミット。で、皆さんね、知らないけれど不妊になるのはあの打体が原因です。そうはといって子宮の中を書くわけですよ。だから先生によっては、 もう傷をつけちゃう。子宮内に。そうすると、絶対に着床しない。私は、絶対正しいです。前に付き合っていた男の人とそういうことにあって、打胎しましたということを言えないじゃないですか。女性は、隠してますよ。全員が、ほとんどの原因。9割9分は打胎ですと、医学的事実とは異なる、独自の見解を述べた。番組アナが、先ほどのことなんですけれども、では、 私から申し上げます。先ほど不妊治療の保険適応拡大の話題について、事実と異なる発言がございました。不快に思わせた方々にお詫び申し上げます。申し訳ありませんでしたと謝罪をしても、デブイスカルノは事実とは異ならないですと強く反論した。番組の放送後には、不妊症の患者と見られる人たちから、デビの発言に、ツイッター上などで非難が相次ぎ、医師からも、 不妊の一番の理由は中絶だとする主張は事実と違うと指摘が出た。2020年10月27日のツイートでも、私の知る限り不妊の多くは打題の経験者、結婚後、昔、お付き合いしていた人の子を、医者や夫に中絶したと正直に言える女性は、解無でしょうと不妊の患者に対する抽象を繰り返した。デビは、同年10月28日、ブログで、 私の発言によって、不妊治療に当たっている方々、中絶せざるを得なかった方々等を心ならずも、傷つけてしまったり、不快な思いをさせてしまったことは残念であり大変、申し訳なく思っております。言葉と表現が足りず、一方的な発言が先行した結果こうした事態を招いたこととなり、深く反省しておりますと綴った。レギュラー順、レギュラー及び、 不定期出演ドラマテレビアニメレギュラードラマありがとうございます。